クレートンは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州ユニオン軍の町。人口は2000年の国勢調査で2524人。ユニオン軍の軍長所在地である。クレートンは、北緯36度26分59秒、成形103度10分51秒、北緯36.44972度、成形103.18083度、 36.44972-103.18083に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、町の総面積は1 2 2キロ平方メートルで、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人種別人口構成世帯と、家族年齢別人口構成収入と、家計クレートンには2つの博物館がある。 ユニオン軍歴史協会が運営するハーズスタイン記念博物館はクレートンの最大の博物館である。クレートン高等学校の WP 博物館は予約のみとなっている。クレートン古州立公園はクレートンの北15マイルのコロラド、オクラホマ、テキサス各州の境界近くに位置している。地勢はなだらかな草原、火山繊維は砂岩の断崖で特徴づけられ、 クレートプレーンズの生誕を形成している。このエリアはサンタフェトレイルのシマロンカットオフ沿いの旅行者のちょっと立ち寄れる場所であった。今日の訪問者はピクニック、キャンプ、そして北米で最も広大な恐竜の通った後の一つが見られる公園内の170エーカーの湖での極上の釣りを楽しむことができる。クレートン湖は1955年に 釣り用の湖と冬の水鳥の休むエリアとして、修魚類長十部によって作られた。ダムが、セネカクリークを渡って建設され、大雨の後以外は一連の水たまりが稼働している。通常毎年5月から10月の魚釣りの季節には、湖はマス、ナマズ、スズキ、ウォールアイが、目的の釣り人たちの人気スポットとなる。ボートは許可されているが、トローリングのスピードに、 制限されている。湖は水鳥の休む場所となる冬の間は釣りは閉業される。公園はキャンプとピクニックの施設、休憩所、公衆トイレを提供している。ありがとうございます。